今日は九州で30度以上の真夏日に、東京も27度まで上がり、今年一番の暑さとなる可能性があります。朝から強い日差しが照りつけ、気温が上昇しています。この時間までで沖縄はすでに30度に迫り、関東から九州では夏日が続出し、25度以上を観測しました。予想最高気温は福岡の久留米や大分の日田は30度の真夏日に、東京は27度で今年一番の暑さとなる見込みです。水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。